22試合目キャッチャーも変わります。キャッチャーは金山はセンターに入ります。牛島と金山のバッテリーに変わりました。ければいいんですけれども、そういうことも今レポートとして伝わってまいりました。こうやってホームランが取ったと思うんですけどね。そうですね。ね、そうです。そのフォークボールを打ってこないって言うんですね。はいはい、だからこの前戦でもなかなか頑張ってますけれども、中畑にサヨナラホームランを打たれましたり、そういうシーンもありました。3連戦は今のところ盗塁は記録しておりません。あっと合わせ損なった。早くも走った金山、セカンドどうだ、アウト。松本ボックバッターは河野。このね、そうですね、しかもね、もうチームの勝利のためにはね、はい、かなり貢献してました。大きいぞこれは。あーっと落とした落とした落としました。河野は二塁。西本さんはこのレフト方面のヒットの方が多いように思うんですよね。非常にまあボールに逆らわないで打つというかね、はい、そういう風な形で打ってるんじゃないかと思うんですけどね、はい、入りすぎるというそういうことの指摘だったんですね。そうですね。からです。ストーンと球が落ちました。